ーホースポケット。農園で収穫できます。ブイブイ、ほっ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 。ご存知ですか？プレゼントが届いています。何か用ですか？いい配合です、いい配合です、いい配合です、いい配合です。いい配合です。まずまずでしょうか。いい配合です。元気ですね。型のフラメンコ、型のフラメンコ、型のフラメンコ、頑張ってね。今の調子なら勝つ見込みは十分です。ただいまより投票受付を開始します。
中の森で行われる一戦、直線の攻防にも注目です。さあ飛び出した12頭、8番、決勝アピール。ちょっとタイミングが合わなかったようであります。これは逃げ馬だけにちょっと痛い出遅れ。果たして何が行くのでありましょうか。2番、ナイルアワーが上がってまいりました。外から1頭、カタノフラメンコ。そのうちに5番、コーヨーローレル。12頭第2コーナー左にカーブを取ります。その外に11番、ラブエフェクト。8番、決勝アピール。6番、笹ハッピー自然ドリーム。それから10番、ひらめきワンダー。そしてその後ろからサファリハイセブン。外を通って9番、天竜王。それから7番、清水天王。そしてしんがりから時のかけらであります。もう一度整理しましょうか。これが先頭、カタノフラメンコ。内を通って2番、ナイルアワー、ラブエフェクト。その後ろでやりましょうか。5番、コーヨーローレル。外を通りまして決勝アピール。そして内からはササハッピー自然ドリーム。これと一緒にひらめきワンダー。そしてその後ろから3番、サファリハイセブン。その外9番、天竜王。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。先頭行くのは12番、カタノフラメンコ。先頭意地を見せるか、カタノフラメンコ。内から1頭、ナイルアワー。先頭エビナとカタノフラメンコ。さあ先頭はカタノフラメンコが半馬身リード、自然ドリームが差を詰めてきた。自然ドリーム懸命に追った。先頭エビナとカタノフラメンコ、時のかけら懸命に追う。時のかけらも差を詰めてきている。自然ドリーム先頭に立った。1着1番、自然ドリーム1番人気のカタノフラメンコが2着。次に備えましょう。1着。次に備えましょう。一番人気です。ただいまより、一瞬静まり返る場内。さあ準備が整いました。さあ飛び出した12頭、まずまず揃って飛び出しました。先に行くのはどの馬なんでしょうか。12番カタノフラメンコが先手を取ります。ルイスドリーム、セントビャッコがかわしていきました。その外からは4番、ミナトヒーロー。12頭第1コーナー右にカーブを取ります。この辺りちょっと離れているネスキャベロン。それからバンダイイーグル、ラブマシンガン。外から1頭6番、ダンコートルカ、北ウニトリップが、その後ろ七色コスモスが上がってまいりました。それから足毛の馬体、雪のうざんであります。そしてもう1頭1番、チクタクアピール。もう一度前から整理しましょう。カタノフラメンコが先頭です。それからルイスドリーム、内を通って4番、ミナトヒーロー。そしてその後ろから2番、セントビャッコ。それから離されましてネスキャベロン。そしてそのうちにバンダイイーグル。それからもう一頭ラブマシンガン。外を通ってダンコートルカ。その後ろでやりましょうか。七色コスモス、北ウニトリップがそのうちにいます。チクタクアピール。そしてしんがりから雪のうざんであります。ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線。カタノフラメンコまだ先頭。さあ先頭はカタノフラメンコが三馬身リード、ラブマシンガン懸命に追う。カタノフラメンコ先頭、先頭シート、カタノフラメンコ。ラブマシンガンは2番手、恐れ入った。カタノフラメンコ1着、なんとまあ強い。いやーこれはすごい。おめでとうございます。余裕の一番人気です。ただいまより投票受付を開始します。ゲートイン終わりました。体制完了。
さあ飛び出した12頭。まずまずのスタートかと思います。先頭に立つのは何か。ステラメイジが行く構え。その外に9番カタノフラメンコ、それからもう一頭マリンプロダクツ、そしてその後ろから12番雪景色、内を通ってリュウアンデルセン、そして外からは10番ラブエフェクト、6番江戸の奇跡、イレブンベッドが上がってまいりました。12頭が第一コーナーに向かいます。アリーフェイクがその後ろ、コンゴーストーン。外を通って、ガリバーギャップ。そしてしんがりから、ノーベルペガサス。という展開です。さあ、先頭の方は、そしてその外に、リュウアンデルセン。ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線。パタノフラメンコは3番手といったあたり、セラメイジ一気に抜けた。パタノフラメンコ懸命に追う。3番手にパタノフラメンコ、外を通ってパタノフラメンコか。セラメイジ先頭、ノーベルペガサス懸命に追う。外から一頭ノーベルペガサス、パタノフラメンコがかわした。一着パタノフラメンコ。素晴らしいです。どうでしょう。ただいまより投票受付を開始します。スピード能力を見せつけるか、スタートにも注目したいところです。スタートを切りました。12頭、なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行するのは何か。先頭に立ったのはガノンフェデリコ。大方の予想通りであります。今日も勝利をつかむか。カタノフラメンコと C 騎手、もう1頭4番デルタグラス号、それからグランドアンプル、外を通りましてピラミッドスペシャル、それからチェリーブライアン、そしてそのうちに七色コスモス、それからもう1頭ナッツスペシャル、一番内から1番雪の山。12頭が大欅の向こうを通過するところであります。その外からは7番シーザーファイブ、それから離されまして8番ノーベルイニング。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。先頭ガノンフェデリコ、足が止まった。さあこのまま逃げ切ってしまうのか。ガノンフェデリコが抜け出した。2番手にパタノフラメンコ、外から懸命にパタノフラメンコ、外からはパタノフラメンコ、ガノンフェデリコ先頭、外から1頭チェリーブライアン、チェリーブライアンは3番手、先頭シートパタノフラメンコ、内パタノフラメンコ、外チェリーブライアン、どっちだどっちだ。次に備えましょう。一着。次に備えましょう。期待が持てます。ただいまより投票受付を開始します。一瞬静まり返る場内。さあ準備が整いました。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ先行するのは何か。サンスクリットが上がってまいりました。そしていった10番リミテッドラピッド、鞍上は柴田義富、これが一番人気のカタノフラメンコ。内から1頭ラブマドンナ、それからキャピトルヒル、外を通りまして5番アタッカーイシャル、8番マーブル天神、その外に11番スノーオンザピークトロイアゴールド、4番シークレットバロン。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。
パタノフラメンコは3番手といったあたり、先頭柴田とリミタドラピッド、外からはパタノフラメンコ、パタノフラメンコが差を詰めてきた。リミタドラピッド先頭、スノーオンザピークが差を詰めてきた。スノーオンザピーク懸命に追う、ここでは負けられない。パタノフラメンコ恐れ入った。パタノフラメンコ一着、ロントバー強い。いやー、これはすごい。おめでとうございます。1着9番、2着10番、3着11番以上のように確定しました。さあ、成果の見せどころです。何か用ですか？